お笑いコンビ、ダウンタウンの、松本人志、54、が、17日に放送されたフジテレビ系トーク番組、ワイドナショー、毎週日曜10、0、11、15、で、妻に、そんな松本人志は見たくない、と、言われて感動したエピソードを、語った。松本人志、番組冒頭で取り上げられたのは、女優、斉藤由貴、51、の、不倫報道。キス写真の流出、それを紙面に掲載することの、是非が議論されていた中、松本は、この間ね、突が急に、最近の不倫報道ってどうなの、と言い出して、嫁とそんな話になるんやと、思って、突がさ、不思議なこと言うねん、と切り出した。妻から言われたのが、もしあなたがそういう写真を、撮られたとして会見を、することになったとした時に、一線は越えてないです、と、言ったとしたら、私がこんなこと言うのも全然おかしいんだけど、正直がっかり。そんな松本人志は見たくない。松本は、その言葉を思い返しながら、ちょっと、惚れ直しました、と打ち明けて、スタジオ爆笑。妻から言われたことでテンションが、上がり、俺は不倫してないで、と、言い忘れるほど、不倫についての考えを熱く、語ってしまったという。そして、この先もしそういう写真が、出たとして、今のうちから言うときますよ。一線は越えてます、と予告。当たり前やないか、何線も、越えてるよ、と続け、出演者を笑わせていた。